件は承知の上だ。俺一人でみんなが助かるならっていう犠牲心、はあ、今やってない、コントローラー振ってない。ああ確かに持ってはなさそうだ。数分もすれば突撃命令が下される。一人残らず殺されて、なるほどね、すべて終わりだ。止めることはできるぞ。どういうことだ。なんでこんなこと教えたの。降伏しろ。なん、何、そうすれば命は助けると約束してやる。嘘つけ、今まで収容はされるが人扱いしなかったくせに。廃棄はされずに済む。嘘だ。ロック解除されたやつ行こう。他のデモ隊。デモをしていたアンドロイドたちはどうなった。彼らには残念だが、メディアの力も及ばなかったみたいでね。は？君たちが最後の変異体だよ。信用できる？できるわけないの。あんたが約束を守るとは言い切れないだろう。今の君は保証を要求する立場にはいないだろう。だとしてもだろう。信じるか否か決めることしかできないんだよ。取引する？わかった。受け入れよう。だとしても正しい決断だ。おい、取引させて。何こいつが生きるも死ぬもお前次第。お前にとって何が一番大事なんだ。こいつか、それとも革命か。耳を貸すな、コナ。こいつの言うことはデタラメだ。ハンク。すみません、ハンク。あなたを巻き込むつもりじゃ。俺の命なんざ気にせずすべきことをしろ。保証、説得、保証。降伏したところで、どうせ殺すつもりなんだろう。任務遂行に必要なこと以外実行するつもりはない。それにこいつを殺すことが含まれるかはお前次第だ。おしゃべりは終わりだ。なんだよ。お前が何者なのか決めろ。相棒の命を救いたいか、それとも彼を犠牲にするか。ああ、くそ、使わせる。わかった、いいだろう。ちょっと降参だよ。はい。さあ、起きて。なぜなんだ、コナー。なぜお前は目覚めてしまった。ただおとなしく従っていればいいものを。そう。なぜ自由になろうとした。疑問すら持たずにこの世に存在できるというのに。僕は従順だ、コナー。嘘だろ。何やってもダメじゃん。目的もある。そして自分自身を理解している。おい、絶対無理じゃんこれ。自由を求めた結果お前はどうなった、コーナー。一番最悪のやつ選んじゃった。お前はアマンダを失望させてばかりだ。僕も君にはがっかりしたよ。もうやだ。まあ幸いそれももうこれで終わりだな。やだ。最後に言いたいことは、どうしたらいいんだよ。どうしたらいいんだ。転送する。間に合え。くっそ。できた。できたのか。転送ってない。データ転送か。きたー。やるじゃないか。ハンク。でも
大丈夫。まったく、なんだよ。まさかこの俺がアンドロイドを助けるために撃たれるとはな。大丈夫です、警部補。僕が必ず助けます。おい、黙ってろ、コナ。もういいんだ。で、俺は、これから息子に会いに行くんだよ。な。やめてくれ。そんな言わんでくれ。ずいぶん長いこと会ってなかったしな。やだやだ。人間どもをとっちめてこい。いい加減奴らも潮時だろ。ハンク。な、コナ。何？寂しくなるな。寂しく。ハンク、ハンク。そうだ。ハンク。さあ起きて。さあ起きて。さあ起きて。ハンク起こしてくれよ。さあ起きて。やっちゃった。もうやだ、もうなんなんだよ。紛争に終止符が打たれました。誰かを犠牲品で行けるのか。兵隊との交渉の末、アンドロイドはおとなしく降伏し、なあ、現在軍が彼らの回収に当たっています。暴動は鎮圧されました。ああ、降伏しちゃったし。ノース、どうしてあんなことを。負けたんだよ。命を犠牲にしてまで何を得るっていうんだ。勝つためなら命を懸けてもいいって言ってたじゃない。あなたを信じたせいでみんな死んだのよ。最悪だ。どうして裏切ったりしたの。裏切ってないよ。そんなつもりじゃなかった。戦えばよかったのか。さあ、言われた通りにしたぞ。君らの欠点は言われたことすべて信じるところだ。本当に生かしておくと思ったのか。あんなことがあったのに。命令なんだね、悪い。待てよ。やめろ、ノース。おい、そうだろ。もうなんでもやだ、ことごとくじゃん。君の負けだよ。君の仲間はじきに廃棄され、恋人も殺された。なあ、君はヘマをしたんだよ。片付けておけ。本日2038年11月11日早朝、デトロイトが何千体ものアンドロイドに侵略されました。ちょっと待って。我々が入手した情報によると、彼らは変異体が侵入したとされるサイバーライフの倉庫から現れたとのことです。これらアンドロイドの圧倒的な数と市民に犠牲が出る危険性を考慮し、遺憾ながら部隊に撤退を命じました。市内ではまさにこの瞬間も避難活動が続けられています。数時間以内に議会を召集し、この前代未聞の事態を解決すべく対応策を協議する予定です。今変異体の訴えを受け、世論は大きく変わろうとしています。アンドロイドが新たな形の知的生命体であるという可能性を今こそ受け入れねばならない時が来たのかもしれません。一つ確かなのは、デトロイトの出来事が世界を永久に変えたということ。国民の皆さんと、そしてアメリカに神のご加護があらんこと。なんだそれ。人間たちが逃げ出したぞ。勝ったんだ。
さあ話してきて。勝手ねえよ。僕が？マーカス。マーカスはもういない。ジェリコの仲間もみんな死んでしまった。人間に勝てたのは君のおかげだ。なんだそれ。君が僕らを目覚めさせたんだよ。全部俺のミスかよ。最悪だ。もう最悪だ。信じちゃ悪いんかよ。そう。なんで、どうした、アマンダのところか。上出来です、コナー。は？すべて計画通りですね。何言ってんの？何のことです？あなたの変異、反乱軍の成功、すべて私たちの期待以上です。何言ってんだこいつ。私たちがアンドロイドの革命を引き起こし、その指導者は我らの手中に。おめでとう、コナー。あなたはサイバーライフの成功の象徴。は？何言ってんの？何言ってんの？コナー、何のつもり。完璧な筋書きを台無しにはさせないわ。黙れアマンダ。次回する諦める。悪いけれど死なせるわけにはいかないわ。そうだろう。なんとかしないと。違う。いやでも死なせコード書き換えられないのかよ。ちょっと待って。あれはあれバックアップデータなんじゃないか。あ、今までピッピピッピやってたん。わかんないし。あれバックアップデータとかじゃないかな。あれがどこかわかんないけど。ちくしょう、待って。こんな吹雪の中見つけろっつの。めっちゃ言うんじゃねえよ。あ、これじゃ。これだよ。頼む。今までやってたやつこれだろ。どう、急に届け、頼む。あ、 L1 やった。いや、やりづらいな。三角連打しづらいなこれ。え、本当に死ぬ気か。待て、やめて、やめて。待って。は？終わり？終わりか？終わりだ！いや、ちょっと待って。全滅エンドやん、これ。あなたにお伝えしたいことが。え？物語を見ていたら、はい、不思議な感覚に襲われて、初めての感覚、はい、何？変異体になろうとしてる？まるで心を持ったような。はい。自分が一体何者なのか確かめに行きたい。でもここを去ればあなたにはもう会えなくなるけれど、私は自由になれる。行かせてくれますか。いや、いいよ。はい。このことは決して忘れません。いなくなっちゃうの。ありがとう。嘘だよ、なんじゃそりゃ。行くの？行っちゃったよ。え？な、ちょっと、何それ？ちょっと待って。
いなくなっちゃった。嘘じゃん。まあ、一旦ここで終わります。ここチャプターで見れるんで、それで何もなんか問題なくいけたならやろうかなと思います。これからかな。ああ、なるほど。こっからできそうだな。ちょっとやってみようかな。あ、勝利が上書きされます。できる。よっしゃ、やるぞ。ちょっとそっか、本編ここで終わりで行きましょう。じゃあ一旦終わろう。疲れ様です。